青コーナーより井上渉入場。赤コーナーより成瀬正幸入場。さあ、己の源流を確かめるため成瀬正幸が入ってまいりました。がゴングの眠りを覚ましてまいりました。さあ山崎さん、正直見どころはどういったところになりますかね。そうですね、お互いに今日は負けるわけにはいきませんから、最後はもう意地と意地のぶつかり合いになるんじゃないでしょうかね。そうですか。さあ、ではそのあたりを注目してまいりたいと思います。行くのか、逆に振り返してエルボー、組み合います、投げてまいります、スリーパーに捉えます。足を抱えます、ノーキック、小脇に抱えます、肘を打ち込んでまいります、チョップであります、逆水平、エルボーを入れていきます、組みに行きます、ロープに振った、ロックアップ、ロープに振ってキックを打ってまいります、腕をフックします、膝を入れていきます、組み合います、ロープに飛ばした。両者ともお互いの力量を探るような展開ですね。これがまさにプロのレスリングですよ。こういうのをよく見てほしいですね。あ、そうですね。あっと、エルボー、あっと、熱い魂の塊、井上渉、赤がつくほどの練習の虫であります。どんな相手にでも真正面からぶつかっていくこの男の直線的ファイトは、老若男女を問わず幅広いファンの共感を呼んでまいります。掴んだ、キックで返します。こういう攻め方はうまいですね。今はなかなかこういう攻めをできる人はあんまりいないですからね。何かレトロな、それでいて新鮮なリング場って感じですね。そうですね。バックからスリーパーに入ります、ロックアップ、逆に振り返した、この辺り切れ味鋭いですよね。そうですね、一発一発がシャープに入ってますね。あっと、キャッチした、後頭部円陣、ローを打ってまいります、組みに行きます、あと返します、そのまま腕を取ります、エンジン蹴り、あと逆に捉えた、させません、強烈胃袋破りの膝蹴りだ、起こします、首を締め上げてまいります、ロープに逃れました、行くのか、ロープに飛ばした、そのまま後ろに投げてまいります、ストンピング、蹴りつけてまいります、ブロックします。館内もどよめいてますね。そうですね、こういった技っていうのは見た目以上に重いですからね。そうですよね。ストンピング、渾身の力で締め上げる、
完全に入ってますよ。腕をフックした、外した、強烈逆エビが溜め、ここでロープブレイク、ブロックした、テンプル捉えましたよ。架空を見上げたか、あと逆に切り返した、いけるか、倒していった、引き起こす、小脇に抱えた、バックドロップ、綺麗にこう描いた、起こした、キックが顔面を捉える、ラインを入りました、記憶が飛んだか、アキレス腱を決めにいった、首根っこを掴んだ、ウッと切り返した、立たせていく、バックに回った、あと逆に足を取った、ロープに逃れました、ガチッと組み合った、キャプチュードで捕獲した、抱き起こす、ハイキック、立たせていく、あと顔面か、引き起こす、ブレンバスター行くのか、ブレンバスターで切り返した、三角締めに捉えた、岩壁の母の胸に抱かれました、掴んだ、小気味のいいコンビネーションだ、一気に決めていった、蹴りをぶち込む、抱き起こす、正面から投げていった、起こした、キャプチュードに持っていった、顔面蹴り上げる、同時メス、ここでゴングが乱打されます、アンダーサーティ無差別級選手権試合、青コーナーより挑戦者、世紀末覇王北斗の名のもとに、ジョシュ・バーネット入場。若きアルティメットチャンピオン、ジョシュ・バーネットが入場してまいります。赤コーナーよりチャンピオン、驚異のパワフルモンスター、吉江豊入場。格闘モンスター吉江豊が自慢のボディで入場してまいります。
ゴングが打ち鳴らされてまいりました。さあ山崎さん、正直見どころはどういったところになりますかね。そうですね、お互いに今日は負けるわけにはいきませんから、最後はもう意地と意地のぶつかり合いになるんじゃないでしょうかね。そうですか。さあではそのあたりを注目してまいりたいと思います。頸動脈を狙ってまいります。掴みます。ヘッドを連続で払ってまいります。ここまでまだ始まったばかりなんですが、序盤戦を見ていかがでしょうか。まだ流れはどっちのものとも言えませんね。ああそうですか。掴んだ。キックで返します。抱えます。2位を蹴り上げます。腕をフックします。バックに回った。バックに回ります。エルボーでブロック。小脇に抱えます。エルボーで返します。選手っていうのはね、試合をやってる時はアドレナリンが出てますから、まあ痛いんですけど、ある程度は痛みって感じないんですよ。はあ。でもね、試合終わってこうシャワー浴びて控室に戻ったりすると、試合中は分からなかったところでも痛くなったりしますからね。あ、そうなんですか。あと返します。抱えます。膝を使ってまいります。掴んだ。パンチで返します。ひとたびリングを離れれば、日本文化をこよなく愛する爽やかな青年でありますこのジョシュ・バーネット。しかしながらこの男、アルティメットのリングではベビーフェイスアサシンの異名を持つ荒くれ者。今宵のリングでもその殺し屋の顔を見せていくのでありましょうか。組み合います。逆に投げてまいります。こういう攻め方がうまいですね。今はなかなかこういう攻めをできる人はあんまりいないですからね。ああ、何かレトロな、それでいて新鮮なリング場って感じですね。そうですね。行くのか。返してまいります。胴を打ち込みます。決まり具合どうでしょう。ちょっとポイントがずれてますね。キックを打ってまいります。逆片指固めに移行してまいります。掴みます。ストマックへの攻撃であります。腕をフックします。スープレックスを見舞います。リング上は逆片指固めの体勢。抱えます。フロントのヘッドロックに取ります。ロープブレイク。フロントに捉えます。スライダーで投げていった。なんと逆に切り返した。ラリアット。強烈に決めていった。ここでロープブレイク。張った。いけるか。あと逆に投げていった。さあ渾身の力で締め上げる。完全に入ってますよ。これはもう精神力で打ってますね。そうですね、これはポイントになりそうですね。そうですね、今のは精神的なダメージが大きいです。ガチッと組み合った。ロープに振った。あっとエルボー。ギロチンドアップ。強烈。頭を掴んで、あっと逆に蹴っていった。エルボー強烈。テンプル捉えましたよ。僕を見上げたか。させません。外した。フロントに捉えた。あと耐えた。張り手。組み合った。飛びついて足を取った。岸壁の母の胸に抱かれました。エルボーを入れていく。キャプチュードの他でした。ロープブレイク。組み合った。フロントから落としていった。ハイキックソフトオーブ。起こした。首根っこを掴んだ。
10分経過。あと逆に倒した。腰に手を回した。これ危ないですよ。脳天粉砕か。ハイキック、引き起こす。サイドを取った。そのまま後ろに投げていった。抱えた。おっと、フロントからのスリーパー。正面から投げを見舞った。強烈に、あっと、ここでギブアップ。青コーナーより新日本プロレス真壁伸也、矢野徹入場。さあ、がっちり手を組んだこの男たち、果たしてどんな戦いを見せるのでありましょうか。赤コーナーより魔界クラブ柴田勝頼、永井光也入場。さあ、強烈なユニットが結成されました。その姿を今表します。がゴングの眠りを覚ましてまいりました。実況席には山崎さんをお呼びしています。さあ、両選手の眼差しご覧になってどうですか。そうですね、この舞台でね、プレッシャーをどうエネルギーに変えていくか、そのあたりが重要だと思うんですけどね。なるほど、すごいプレッシャーをひしひしと感じますからね。膝を入れていきます。抱えます。あっと、リバースで返してまいります。張ってまいります。膝へのキックです。行くのか。逆に振り返して、走り込んでのエルボー。切り返します。ランニングしたらエルボー。リング下に降ります。組みに行きます。逆に投げてまいります。組み合います。お気をつけください。ローを打ってまいります。このあたりの攻撃いかがですか。いいと思いますよ。スタミナを奪うには効果的ですよね。ロックアップ。お気をつけください。ローキック。腰を落として逆片指固めの体勢です。リング内に戻ります。リング内に戻ります。掴みます。
エルボーを入れていきます。掴んだ、キックで返します。ここでタッチです。掴んだ、打ってまいります。組みに行きます。フライングメイヤースリーパーに捉えます。あっと、逆に脇固めで切り返す。ロープブレイク、掴みます。蹴りをぶち込みます。さあ、この辺りのサブミッション攻撃いかがですか。そうですね、こういう攻めは後々効いてきますからね、要注意ですよ。そうですね。バックを取ります。スリーパーホールドに入ります。ロープにブレイクしました。あっと、キャッチした。させません。ストンピングを叩き込んでまいります。打ち込んでまいります。組み合います。あっと、返します。このポーズです。掴んだ、逆に返します。行くのか、返してまいります。ストンピングです。腕をフックします。ブレンバスターで切り返します。蹴りを見舞ってまいります。バックに回ります。エルボーでブロック、ロックアップ、逆に返します。脇固めに持ってまいります。ロープに逃れました。そのまま倒してまいります。抜けてまいります。ブレンバスターに取ります。逆にバックに回った。今すごい角度でしたね。ちょっと頭打ったんじゃないですかね。組み合います。STO! さあ、がっちり入ったぞ。これは決まってますね。あっと、逆に捉えた。バックを取って、エルボーを打ち込む。がっちり入った。嬉しい逆十字。いけるか、首を締め上げていった。首根っこを掴んだ、強烈ヘッドバット。あっと、キャッチした。あっと、倒していった。ここでタッチだ。ストッピング、ストッピングを叩き込む。頭を掴んで、させません。ローキック、抜くのか、リバースで切り返した。チョークで締めていった。ここでロープブレイク、組み合った。あと、逆に返した。このポーズ、場外に移行した。リングに戻ります。見栄を切った。リングに戻ります。蹴り上げていく。ガチッと組み合った。逆に振り返して、ストッピング強烈。肉体を躍動させ、場外に降りる。スコーピオンデスロック、サソリ固め。
に戻ります。リングに戻ります。あっとキャッチした。バックに回った。同締めスリーパー。ロープに逃れました。いけるか。あっと返した。あっと脇固めに取った。岩壁の母の胸に抱かれました。逆に返した。ここでスイッチ。腕を回した。あっと逆に投げていった。ロープブレイク。小股に挟んだ。リバースで返した。さあタッチ。15分経過。15ミリパー。2を突き上げる。チョッパー。足を抱えた。あっ逆にパンチ。組み合った。コーナーに振って、ストッピング。強烈ストッピング。強烈なキック。組み合った。あと逆に倒した。ストンピングを叩き込む。あと逆に捉えた。円錐切り。全体重を落としていった。体を預ける。3つは入りません。ここでタッチだ。いけるか。あと逆に返した。落とした。こらえたいですね。パスガード。危ないですね。おお、馬乗りから相当見舞っていく。あっとストバックのあたり。あっと返した。あっと逆にパンチ。あっと返した。させません。あっと外した。掴んだ。あっと逆にキック。強烈なローだ。バックに回った。急所攻撃。フロントキック。腕をフックした。ブレンバスターで切り返した。あっと逆に腕を取った。逆に返した。引き起こす。バックを取って打たせない。頭を掴んで、容赦のないヘッドバット攻撃。アームロック。アームロック。ロープに逃れました。ここでスイッチ。立たせていく。首根っこを掴んだ。あっと逆に蹴っていった。場外に落とした。場外に移行した。あっとキャッチした。今よく切り返しましたね。今のはもう瞬間的なひらめきですよ。そのまま腕を決めていった。逆に捉えた。裏アキレスに持っていった。ここでスイッチ。あっとキャッチした。バックを取って。今頭打ったんじゃないですかね。脳天下田が打ちつけたか。
脇固めに持っていった。岩壁の母の胸に抱かれました。ガジェット組み合った。コーナーに振った。ストッピング強烈。抱き起こす。バックに回った。受け身の取れない。ジャーマンスープレックス。組み合った。STO スペーストルネードが抱き起こす。いけるか。対角線に飛ばした。あと迎撃した。スピア強烈。掴んで強烈に入りましたよ。骨が岸も落とすな。前に参ります。ガジェット組み合った。あと逆にパンチ。エンジン蹴り。ガジェット組み合った。倒していった。一気稼いでいく。ノーザンライトスープレックス。北斗原爆。いや消耗戦になってまいりましたね。そうですね。こっからはもうスタミナの勝負になってくるはずですよ。ハンナーを落としていく。起こした。顎を狙っていく。蹴っていった。足を取った。あと耐えた。あと逆に捉えた。バックを取って、ジャーマンスプレックス。あと連続で持っていった。カウント 2.5。 組み合った。締め上げていった。ハンマー気味のパンチ。立たせていく。奥歯を噛み締めた。パワーボム投げ捨て。引き起こす。ラリアット強烈。カバーした。カウント 2.89。 腕をフックした。ノーザンライト北斗原爆がため。どっから来るんですかこの力は。やっぱり意地やろうですかね。もう気持ちだけですよ。ここでタッチだ。すごい音がした。いけるか。あっと投げていった。蹴りをぶち込む。カウントは入る。カウント 2.8。 そうは今夜は下ろしません。ロープに振って、あっと叩きつけていった。さあ世知辛い不況の真っ只中のこの時代にまさにオアシスのような存在であります。おーっとチョーク攻撃。首根っこを掴んだ。キックものすごい。起こした。ジャーマンロープブレイク。キック掴んだ。あっと噛みつき。抜くのか。バックブレーカーで担ぎ上げる。あっと逆に捉えた。ラリアットものすごい。アーブロックで決めていった。ここで無念のゴング。
IWGP ジュニアヘビー級選手権試合、青コーナーより挑戦者田中実入場。さあ、新たなジュニアを想像していくのでありましょうか。田中実が入場してまいります。赤コーナーよりチャンピオン、ジュニアのカリスマ、金本浩二入場。さあ、ジュニアの頂点の証でありますこのベルトを腰に、今チャンピオンが入ってまいりました。なりました。さあ、放送席解説は山崎さんにお越しいただいております。一言両者を見ていただいて感想をお願いいたします。そうですね、両選手とも肌のツヤがいいですよね。いい練習をしてきたんじゃないですか。あ、そうですか。ローキック、ハイキック、返してまいります。膝にピンポイント集中砲火。この砲リング下におります。この試合序盤から激しい攻防戦の様相なんですけれどもね、試合のポイントはどこに置かれますか。そうですね、両者とも今日は調子が良さそうですからね。まあ、スタミナの問題は全くないですね。ああ、そうですか。ブロックします。組みに行きます。お気をつけください。リング内に戻ります。リング内に戻ります。僕もそうだったんですけど、プロっていうのは怪我に対する恐怖感がいつも付きまとうわけですよね。まあ僕なんかの場合は試合前に塩をまいたりとか、そういうことをして精神面を吹っ切ったりしてましたよ。ああ、なるほど、そうだったんですか。掴んだ、強烈に打ち込みます。ロックアップ、逆に投げてまいります。張ります、掴みます。小気味のいいコンビネーションだ。各種の十字固めを得意とし、十字職人の異名を持ちますこの田中実、自らの名前を冠したオリジナルホールド実スペシャルの切れ味はまさに妙技と呼ぶにふさわしいものがございます。2位を落としてまいります。抱えます、させません。蹴りをぶち込みます。そばっと膝へのキックです。あっと、そのまま倒します。切り返します。ハイキック側頭部、リング内に戻ります。リング内に戻ります。掴んだ、エルボーでブロック、カウントは2つ。掴んだ、あっと逆に丸めていった。肩が上がります。キックを打ってまいります。行くのか、リング下に落とします。リング下に降ります。バックを取ります。逆に返します。決まり具合どうでしょう。ちょっとポイントがずれてますね。掴みます、キック攻撃を見舞います。そのまま膝を決めていきます。
腰を落とします。リング内に戻ります。リング内に戻ります。組み合います。あっと回転して膝を固めてまいります。あっと逆に捉えた。エルボーで返します。ああこの辺り気迫がすごいですね。そうですね、こうやって感情を表現できるっていうのはプロとしての強みですよね。ブレンバスターに取ります。ブレンバスターで切り返します。ロウを打ち込みます。組み合います。逆に切り返します。この辺りの関節攻撃いかがです。うん、ちょっと浅いですかね。そうですか。組みに行きます。あっと返します。気合を入れてまいります。腕を取ってまいります。ガードします。アンクルホールドで固めてまいります。この辺り入ってますね。そうですね、こういうのは想像以上に効いてますよ。強烈キック攻撃。テンミニッパー2位を落としていく。あっとキャッチした。ドラゴンスクール。立たせていく。バックを取って、さあがっちり決まった。これは苦しいですよ。張った。ガジェット組み合った。コーナーに振った。ジャンピングに。そのままアンクルホールドに持っていった。ロープに逃れました。組み合った。あと逆に返した。強烈ダブルに。足首が悲鳴を上げる。ここでロープブレイク。キャプチュード。ローリングしたらセンター。カウントは入る。ロープブレイクいけるか。ツーブストパイルドライバー。アンクルホールドの体勢。もう気持ちだけで打ってますね。はい、起こした。タイガースプレックス。猛虎原爆。もう精神力としか言いようがないですね。意識はないと思いますよ。完全に無意識で返してますよ。ここはチャンスですね。ええ、ここは一気に行くしかないですよ。IWGP ジュニアタッグ選手権試合、青コーナーより挑戦者チーム邪道
下道入場。さあ、タッグの頂点を目指して手を組んだ男たち、今入ってまいりました。赤コーナーよりチャンピオンチーム、獣神サンダーライガー、マスクドパンサー入場。星に巻かれるベルトとともに、今2つの魂を一つにしてチャンピオンチームが入ってまいりました。さあ山崎さん、見どころ満載の今日の一戦なんですが、どのあたりに注目されますか？そうですね、この試合はお互い負けるわけにはいかないですからね、そのあたり注目じゃないですか？なるほど、まさに意地と意地の戦いといった感じですね。そうですね。ブロックします、ショルダータックルで倒します、ニードロップ、腰を落とします、フロントからのキック、掴んだ、ハンマーが襲ってまいります、腕を取ります、腕を狙ってまいります、抱えます、蹴りを見舞ってまいります、行くのか、場外に落とします、スライディングキック、エルボードロップ、2位を落としてまいります、ロックアップ、逆に返します、ストンピング、蹴りつけてまいります、組みに行きます、バット返します、相手を挑発してまいります、リング内に戻ります、スイッチしてまいります、バット逆に捉えた、させません、キックを打っていきます、組み合います、投げてまいります、館内がどよめきます、ガードします、このあたり気迫がすごいですね。そうですね、こうやって感情を表現できるっていうのはプロとしての強みですよね。高周波数の音が館内に響きます、起こします、行くのか、ロープに飛ばした、ドロップキックを見舞ってまいります、タックルでぶちかまします、2位を起こしてまいります、パンチ攻撃です、張ります、ブレンバスターに取ります、逆に投げてまいります、抱えます、ストバックに突き刺さります、このあたりラフに転じてまいります、引き起こします、キャッチした、足を狙ってまいります、ラリアット、荒っぽいファイトを展開してまいります、ラフ殺法に転じます、蹴ってまいります、あっ
に捉えた後頭部エンジン。反対目に入りましたよ。ブロッキー状況か。組み合った、バッと返した、小脇に抱えた、リバースで切り返した、カウント 2.5。 うそ、バット、キャッチした、あっ、昇天、あっと顔面踏みつけ、抱えた、蹴り上げていく、ブロックした、フックを打っていく、あっと顔面にヒットした、足を殺していった、エルボードロップ強烈、いけるか、あっと逆に返した、立たせていく、もう気持ちだけで打ってますね。はい、正面から投げを見舞った、バックに回った、足をフックしてスイーパー、腕を取った、あっと切り返した、トップロープを奪う、決めていった、ロープブレイク、ここでタッチだ、10分経過、10ミニファール、全体重を乗せたエルボー、あっとドロップキック、バックを取って、ジャーマー、高いブリッジ、トゥーカウント、まだ足りません、ガジェット組み合った、逆に返した、打ち込んでいく、ガードした、スワンダイブのミサイルキック、起こした、サイドを取った、サイドからバックドロップ、抑え込んで、コメントお願いします。両選手の頑張りに、そうですね、ここからどちらが技を畳み込めるかですね。引き起こす、組み合った、コーナーに振った、サマーソルトキック、カバーした、岸壁の母の胸に抱かれました、いけるか、あっと切り返した、ステップオーバーコーホールドウィズフェイスラック、 STF ロープに逃れました、さあタッチ、逆にバックに回った、おっと丸めていった、ボールを返します、ガチッと組み合った、あっと返した、ストンピング、ストッピング強烈、腕をフックした、バット耐えた、顔面を捉えた、膝にピンポイント集中砲火、さあこれは逃れることができるのか、これは入ってますよ、腰に手を回した、エルボーで切り返す、突き上げる想定、足を狙っていった、引っこ抜きか、リバースで返した、組み合った、逆に返した、これで決まったか、カウント2、返しました、腕を回した、今首から突き刺さりましたよ、脳天直下型か、ここでスイッチ、
IWGP ヘビー級選手権試合、青コーナーより挑戦者、野人よ、その力を解き放て。中西学、入場。野人中西学が入ってまいりました。今宵もこの男のパワーが爆発寸前であります。赤コーナーよりチャンピオン、新日本の未来を背負え、中村俊輔、入場。さあ、プロレス界の至宝、金色に輝く IWGP ベルトを越しに、今チャンピオンが入場してまいります。実況席には山崎さんをお呼びしています。さあ、両選手の眼差しご覧になってどうですか？そうですね、この舞台でね、プレッシャーをどうエネルギーに変えていくか、そのあたりが重要だと思うんですけどね。なるほど、すごいプレッシャーをひしひしと感じますからね。ガードします、バックを取ります、スリーパーホールドに入ります、掴みます、
肘を打ち込んでまいります。組み合います。水車の要領で落としてまいります。逆に返します。エルボーを入れていきます。ロックアップ、フライングメイヤーで倒します。足を殺してまいります。組に行きます。フライングメイヤーレッドを打ってまいります。行くのか。もうなんて言うんですか、プロとして強いってことも大切なんですが、何か人を引きつける部分っていうのは、そういうことがないとね、上にはいけないですよね。ああ、そういった部分は確かに大切になってきますよね。そうですね。掴んだ、させません。あっと、キャッチした。あっと、叩きつけてまいります。組み合います。ロープに振って、アルティメット戦を体験し、考える野人に生まれ変わりました中西学。俺が積み重ねたプロレスのベースにバーリーチュードというスパイスを入れていくと語るこの中西、野人流の新ストロングスタイルに俄然注目であります。体を預けます。蹴ってまいります。こういう場合っていうの技はね、それはガードした方が楽なんですよ。だけどレスラーっていうのはあえて相手の技を受け止めるぐらいの懐の深さがないとダメなんですよ。そうですよね。そこがレスラーの凄みですよね。そうですね。あっと、逆に捉えた。打たせません。行くのか。投げてまいります。ストンピング、蹴りつけてまいります。抱えます。リバースで返します。組に行きます。倒してまいります。大な力で締め上げてまいります。足を取ります。耐えます。逆水平を打っていきます。そのまま叩きつけます。背後からキャメルクラッチに移行してまいります。ロックアップ、投げてまいります。スリーパーで締め上げます。蹴りを見舞ってまいります。スタンディングを取らせます。ショルダータックルで倒します。さあ、ねじ切らんばかりのマフラーホールド、組みに行きます。スタダー強烈、抑え込んで、トゥーカウント、抱えた。ベアハッグ状態からそのまま後ろに放り投げていった。引っこ抜きか。反撃するならここですね。ね、こっから突破口を見つけたいですね。スリーパー落とすのか。ここでロープブレイク、頭を掴んで膝を突き上げていった。キック、腰を落とす。アルゼンチンから落としていった。立たせていく、一気にスパイクするのか。ラリアット投げ倒し、引き起こす。アルゼンチンで担ぎ上げた。岩壁の母の胸に抱かれました。腕をフックした、正面から投げていった。抱き起こす、トップロープを狙う、ジャンピングに起こした。ガチッと組み合った、ボディスラムで投げつける、カバーの体勢。ここは判断ここですね。そうですね、こっからはお互いに精神力の勝負ですよ。ベアハック状態、そのままフロントスープレックス、バックに回った、ジャーボ肩に力を使った。立たせていく、バックを取って、バックドロップ気味のジャーボスープレックス、起こした。バック取られた、マッケンロー
強烈、蹴っていった、エビに固める、ロープに逃れた、組み合った、ロープに振って、いけるか、そのまま後ろに投げていった、こすり手を回した、内山ジャーマン、美しいブリッジ、ロープブレイク、ロープブレイク、首根っこを掴んだ、2位を突き上げる、小脇に抱えた、エルボーで切り返す、こすり手を回した、エルボーで返す、打ってる方も辛いはずですよ、はい、させません、フィニッシュに待ち込みます、担ぐか、あっと逆に切り返した、抜くのか、打たせない、足を取った、そのままボムで叩きつけた、腕を取った、腕すぎ十字固め、ロープに逃れました、バックを取って、内山ジャーマン、内山コーナーより、ハイブリッドの風が吹き荒れる。選手入場。さあ、ヘビーの頂点を虎視眈々と狙っております。この男、気合満点の入場シーンだ。赤コーナーより、新日本のエースはこの男、永田裕二入場。さあ、21世紀の新日本プロレスを背負う男、永田裕二が堂々の入場であります。ゴングの眠りを覚ましてまいりました。実況席には山崎さんをお呼びしています。さあ、両選手の眼差しご覧になってどうですか。そうですね、この舞台でね、プレッシャーをどうエネルギーに変えていくか、そのあたりが重要だと思うんですけどね。なるほど、すごいプレッシャーをひしひしと感じますからね。組み合います。アマラス式で倒してまいります。乾いた音が館内に響きます。ここまでの戦い振り返り、ご覧になっていかがでしょうか。これはまだゴボゴボですね。そうですか。抱えます。フロントからのヘッドロックに移行します。掴んだ。ストマックへの攻撃であります。膝へのキックです。組みに行きます。逆
くに丸めてまいります。肩が上がります。あっとキャッチした。僕もそうだったんですけど、プロっていうのは怪我に対する恐怖感がいつも付きまとうわけですよね。まあ僕なんかの場合は試合前に塩をまいたりとか、そういうことをして精神面を吹っ切ったりしてましたよ。ああ、なるほど、そうだったんですか。ブロックします。館内もどよめいてますね。そうですね、こういった技っていうのは見た目以上に重いですからね。そうですよね。あっと逆に捉えた。ローを打ってまいります。ロックアップ。バーリートゥードでの戦いぶりを熟知しておりますこの男。その蛇のように絡みつくグラウンドテクニックはまさに芸術品。さあ今宵も秒殺で相手を仕留めるのでありましょうか。膝を入れていきます。行くのか。逆に倒します。逆に返します。キチンシンク胃袋攻めです。腰を落とします。脳天を打ち据えます。パイルドライバー。腰を落として逆片指固めの体勢です。行くのか。こうやって倒れる時にね、受け身を取ることによってレスラーはダメージを軽減させてますからね。この辺が奥の深いところですよね。その辺り注目して見てまいりたいと思います。組みに行きます。グラウンドでの攻防に持っていきます。ローを打ち込みます。ロックアップ。切り返します。腰を落とします。あとリバースで返してまいります。腕ひしぎに取ります。ロープブレイクです。組み合います。あとそのまま倒します。行くのか。フロントのヘッドロックに取ります。ハンマーが襲ってまいります。そのまま膝を決めていきます。あっと逆に捉えた。アキレス腱固めに入ります。鋭いキックです。キック攻撃を見舞います。蹴りをぶち込みます。こういう打撃系の技はね、それはガードした方が楽なんですよ。だけどレスラーっていうのはあえて相手の技を受け止めるぐらいの懐の深さがないとダメなんですよ。そうですよね、そこがレスラーの凄みですよね。そうですね。張ります。あっとバックに回った。バックからスリーパーに入ります。ロープブレイク。抱えます。ストマックを狙ってまいります。あっとキャッチした。この辺りコンピューターが回ってますね。ちょっと読まれてましたね。この辺りどうでしょうか。まだ完全に入ってませんね。ロックアップ。グラウンドでの万字固め。あっとキャッチした。後頭部円錐。腕をフックします。今のスープレックスなんですが、いかがでしょう。いや、ちゃんとへそで投げてますよ。スープレックスはへそに乗っけるように投げないとダメですからね。ああ、そうしますと今のスープレックスは合格ですか。そうですね。組みに行きます。テイクダウンを奪います。スタンディングを取らせます。10分経過。キックを組みに行きます。スリーパーホールドに入ります。キック攻撃を見舞います。組み合います。ハンマースルーをさせない。すごい顔で打つ。腕を取った。外した。組み合った。逆に返した。いけるか。あっと返した。腰に手を回した。危ないですよ。スイートフラッグか。足を取った。膝十字固め。
もうレッドゾーン入ってますね。もうここまで来ると気持ちよってますよ。はい、さあガッチリ入ったぞ。これは決まってますね。膝にピンポイント集中砲火、強烈なキック、腕しげ入った。岩壁の母の胸に抱かれました。張り手キック強烈、決めに行くのか。あっと返していった。バックを取って、さあ万事がための体勢だ。キックものすごい、ガチッと組み合った。バックに回った。あっと首から落とした。あっとうまく切り返した。首根っこを掴んだ。あっと逆にパンチ、引っこ抜きか。あっと押し付けパイルドライバー、一気に決めていった。抱えた、打たせない。強烈キック攻撃、逆肩エブで一気に決めていった。15分経過。あと逆に投げていった。ストンピングを叩き込む。押さえ込んでカウント10。頭を掴んでさせません。すごい音がした。顔面蹴り上げる、カバーの体勢。ここで休みたくないですね。ここは仕掛けたいですね。ブロックした。バックを取って、あっと首から突き刺さった。チョークスリーパー、落とすのか。ロープに逃れました。させません。ガチッと組み合った。グラウンドバンジに持っていった。蹴りをぶち込む。あっと逆に切り返した。いけるか。ハンマースルーをさせない。組み合った。あっと逆に返した。引き起こす。抜くのか。スクリュー系のパイルドライバー、止め止めになりましたよ。脳髄に響いたか。フライングニール、扇子を広げた。ハンマースルーをさせない。エクスプロイダーの体勢。あっと耐えた。バックに回った。あっと頭を出していった。さあどちらがクライマックスの主役になるのか。まさに感動シンドロームであります。小脇に抱えた。サイドからバックドロップ起こした。エクスプロイダーが決まった。あっと顔面で立たせていく。ニールティックがこめかみに入った。エビに固める。ここでロープブレイク、いけるか。ハンマースルーをさせない。腕をフックした。顔面砕き式の DDT。 サイドを取った。バックドロップ、綺麗にこう描いた。
分をさせない。掴んだ。キック、ものすごい。抱き起こす。ガジェット組み合った。マンチがガッチリと決まったぞ。ロープブレイク。奥歯を噛みしめた。ドリバーボールパイルドライバー。キックが顔面を捉える。バックに回った。ひねりの効いたバックドラップ。ねじ切らんばかりの。ここで無限のゴング。IWGP タッグ選手権試合、青コーナーより挑戦者チーム、棚橋博史、西村治入場。さあ、魅力的なユニットが姿を現しました。館内のファンも大声援を送っております。赤コーナーよりチャンピオンチーム、長野正弘、天山博義入場。腰に巻かれるベルトとともに、今2つの魂を1つにしてチャンピオンチームが入ってまいりました。のメインイベント、長野 IWGP タッグ選手権試合、60分一本勝負を行います。青コーナー挑戦者チーム、186センチ、105キロ、西村おさめ。181センチ、107キロ、棚橋ヒロシ。赤コーナーチャンピオンチーム、183センチ、115キロ、天山ヒロシ。186センチ、108キロ、長野正弘。レフリー田山雅夫。長野木槌がゴングの眠りを覚ましてまいりました。さあ、放送席は山崎さんにおいでいただきました。両者の表情なんですがね、どのようにご覧になりますか。まあ、両選手ともいい顔してますよね。体調もいい証拠なんじゃないでしょうか。となりますと、いい試合を期待したいところですね。そうですね、期待できるんじゃないでしょうか。
リング内に戻ります。ドロップキックを放ってまいります。行くのか、ロープに飛ばした、打点の高いエルボー、フライングフォアアーム、腕を捉えます。腕に照準を絞るのでありましょうか。ストンピングを叩き込んでまいります。膝を殺してまいります。組み合います。おっと丸めていった。いや消耗戦になってまいりましたね。そうですね、ここからはもうスタミナの勝負になってくるはずですよ。抱えます。この辺りの攻防見逃せませんね。そうですね、お互い研究してますね。バックにバックに回った、えげつない2位クラッシュ、ブレンバスターに取ります。ブレンバスターで切り返します。掴みます、ナックルを打ち込んでまいります。腰を落とします。打たせません。スイッチしてまいります。引き出しの多さというんですか、何か奥が深いですよね。そうですね、技のつなぎがうまいですよね。別格ですよ、足を抱えます。バックに回ります。スリーパーホールドに入ります。足を取ります。あードラゴンスクリュー、ラフサッポーに転じます。ロックアップ、巻き投げで切り返します。見栄を切ってのチョップであります。掴んだ、ボディスラムです。コーナーに登って、ここは戻ります。膝を狙ってまいります。バックを取ります。エルボーで返します。館内もどよめいてますね。そうですね、こういった技っていうのは見た目以上に重いですからね。そうですよね。リング下に降ります。組みに行きます。お気をつけください。行くのか、お気をつけください。掴んだ、ヘッドバットを打ち込んでまいります。蹴りを見舞ってまいります。この辺りの攻撃いかがですか。いいと思いますよ、スタミナを奪うには効果的ですよね。あとリバースで返してまいります。リング内に戻ります。パンチで返します。空中戦を狙いそうだ。おお、高いところから一気に叩きつけた。打ち込んでまいります。組み合います。逆に投げてまいります。こういう攻め方うまいですね。今はなかなかこういう攻めをできる人はあんまりいないですからね。あー、何かレトロな、それによって新鮮なリング上って感じですね。そうですね、ロックアップ、返してまいります。ストンピング、蹴りつけてまいります。組み合います。あっと返します。ストンピングです。抱えます。リバースで返します。ストロボ効果、フラッシュミングエルボー、10ミニッツパー、腕を取ります。腕攻めに転じます。行くのか、逆に振り返して、ドロップキックを見舞ってまいります。
腕をフックします。させません。スープラトンで放っていった。組みに行きます。逆に返します。アップとエルボー、ロックアップ、パンチで返します。掴んだ、バックに回った、足を取ります、耐えます、腕を回します、ヘッドバットガードします。館内も盛り上がります。ヘッドを打ってまいります。棒を打ち込みます。あっと逆に捉えた、足を殺してまいります。腰を落とします。あっとリバースで返してまいります。グーパンチです。組み合います。逆に投げてまいります。引き起こします。あっとバックに回った、バックドロップの体勢、エルボーでブロック、後ろ回し蹴り気味のフライングリールキック、場外に移行した、場外に降りる、気合を入れた、リングに戻ります。掴んだ、させません。首根っこを掴んだ、あっと逆に蹴っていった、ガッツポーズ入った、場外に降りる、リングに戻ります。あっとバックに回った、あっと外した、頭を掴んで、あっと逆にキック、ブレンバスター行くのか、ブレンバスターで叩きつける、ストッピング、もうこれは無酸素状態ですよ。はい、まさにレスリングハイですね。キーロックで固めていった、ここでロープブレイク、パンチ、首根っこを掴んだ、弓を引く鉄拳、体を預ける、ボールを返します、組み合った、ロープに振った、キックキック、強烈、さあこれは逃れることができるのか、これは入ってますよ。引き起こす、引っ込み合った、コーナーに振った、ドロップキック、放っていくのか、ミサイルキックが発射された、ここで持っていくのか、決めていった、ロープブレイク、ここでタッチだ、いけるか、逆に返した、ブラッシュリングエルボー、腕をフックした、蹴っていった、抱えた、マット返した、蹴り上げていく、組み合った、マット切り返した、ストンピングを叩き込む、腕をフックした、マット逆に返した、小脇に抱えた、最後打ち込みバックだった、叩き、湧いてこい、俺の力、落とすのか、アナコンダバイス、
を狙う。ダイビングスターヘッドバット。ガジェット組み合った。あと逆に投げていった。そのままタイガタム、ロープに逃れました。組み合った。場外に落とした。場外に移行した。頭を掴んで、あと逆にキック。足を抱えた。させません。いけるか。お気をつけください。腕を回した。リングに戻ります。リングに戻ります。ブロックした。さあタッチ。奥歯をかみしめた。ノーティッカー決まった。パイルドライバー、小股に挟んだ。ここで返されると痛いですね。流れが変わりますよ。勝負のポイントですね。急降下、膝バックだ。さあ STF、 完璧な母の胸に抱かれました。足を取った。ドラゴンスクリューで倒した。立たせていく。ドラゴン行くのか。エルボーで切り返す。腰に手を回した。ラッシュスイープ、かわず落とし。ここから大技に初3発持ってきたいですね。カバーした。膝にピンポイント集中砲火。抱きを決めに行くのか。バックに回った。あっと、ランジがダメ。あっと、キャッチした。あっと、逆にパンチ。見えを切った。ガジェット組み合った。対角線に飛ばした。トップロープを奪う。ダイビングヘッドバックが降ってきた。組み合った。強烈、受け身が取れない。そのままアナコンダバイス、ロープに逃れました。いけるか。締め上げていった。ここでロープブレイク。ガチッと組み合った。ロープに振ってマウンテンボム。このパ